の国王だ。何もかもが順調だ。今やこの国の誰もが世を頼りすがっておる。そう思うだろう、魔法剣士イクマナジットよ。ああ、かもしれないな。マヌマット発生よ。いや、時魔導士マヌマット。かもではない、事実その通りなのだよ。この先ますます世にひれ伏す者は増えるだろう。ボリトリーの紹介と連携し、水の値段は暴騰、民は大いに苦しんでおる。世が支持した奉仕労働も民たちにはさぞかし辛いことだろう。その不平をすべてあの風の巫女へと向けてやれば、それと反比例するように世への信頼は上昇する。幸い巫女はカルディスラ王国に渡ったまま、このまま一生戻らなければ好都合だ。巫女がいなければ民がすがるのは国王である世しかいないのだからな。もうすぐだ、あと少しでこの国においてクリスタル聖教への信仰は駆逐される。クリスタルも巫女も必要ない。世は絶対君主となり、アンチクリスタリズムのもとラクリーカ王国は大いなる発展を遂げるのだ。この国が世による宣伝王国となる日も近い。実に愉快だ。果たしてそううまくいくかな。つまらん男だな。世の紅葉に水を差すような真似をするな。それは悪かったな。バカな風の巫女がなぜここに。今のお話すべて聞かせてもらいました。何のことかね。ヨが何を話したというんだ。しらばっくれないでよ。証拠はあるのか。何時何分何秒にヨがそれを話したか示せるというのか。まるで子供じゃないか。証明できるはずがない。世を王座から引きずり下ろそうというつもりだろうが、残念だったな。あなたは民の上に立つ者として恥ずかしくないのですか。お前たちどこから忍び込んだ。王時計の隠し通路からここまで来たんだ。ボリトリーとのつながりも掴んでるんだぞ。ところでここまで来る途中で兵士以外に誰とも会わなかったな。どういうことです。なるほど、つまりこういうことか。この場で風の巫女とその仲間が死んだとしても、民は誰一人として気づかぬと。あなたという人は魔法剣士イクマナジット。報酬は望みのままに。こやつらをこの場から決して逃すな。契約は成立した。いいねでいいというのなら、この戦いに俺の全てをかけて働こう。巫女よ、この国にもはや貴様の居場所はないのだ。
今回は逃げないのか。今回の報酬にはそれだけの価値がある。報酬に見合った働きをするのが俺の役目だ。元国王がそのような悪事を行っていたとは。この国は今後どうなっていくのでしょう。王が不在では政治は滞ってしまうのでは。ひとまず私が代理として預かることになりましょう。ですがそれもあくまで一時的なことです。いずれは民を中心にした形へと国の形態も変わっていくでしょう。もちろん私も民も巫女様が再びお戻りになられるのを心待ちにしております。どうかご無事で世界をお救いください。
どうもどうも、お初にお目にかかります。マノマットボリトリー商会会長の。わあ、隠れ蓑、死の商人ミコソギーボリトリー、あなたのことは全部まるっとお見通しよ。なんやねん、いきなり決体な嬢ちゃんやな。ラクリーカ国王、時魔導士マヌマットのやつと共謀して井戸を独占しているでしょう。しかも砂漠にいる盗賊を雇い、オアシスに水を汲みに来る人たちを襲わせていますね。証拠はどこにあんねん。証拠ならほら、盗賊への指示を書いたメモ、それに王宮への隠し通路を示したメモ。なあ、ほな、どうなってんねん。なんでお前らがこんなん持ってんねんな。うちの会社に忍び込みよったか。なめくされよったからに。上等や、知られたからにゃしゃあないわ。この場で全員ぶち殺しとるからな。なんだか前よりも嫌なやつになってなかった？やっていたことは変わっていないようでしたが。でも僕も少し思った。前の世界で話した時よりカチンときたし。前にやっつけた時より生成したかも。
おいおい、なんだよこのネズミどもは。くそ、どこから入ってきやがった。ああ、喉が渇きやがる。イラつくせ。このイライラはてめえらのせいだぞ、クソどもが。こうなったら生かして返さね。自分から罠にかかったネズミは捕食されるだけ。そうだろ。あなたが何を苦しんでいるのかは知っています。ですからこれ以上愚かな真似はやめてください。ああ、なんだよこのブスが。俺の何を知ってるって言うんだよ、クソ。あなたは紹介からの指示を受けてオアシスに水を汲みに来る人たちを襲っている。マヌマット・ボリトリー商会が利益を得るため。そんな、あまりにも利己的な理由によってです。なんだと。なんだよてめえら。イラつくせ、くそ、頭が割れそうだ。証拠だ、俺がやってるっていう証拠を見せてみろ。証拠なら、ほら。なんだこりゃ。なんでてめえらがこんなもん持ってんだよ。くそ、気味が悪いな。もう乾きも限界だ。てめえら、俺から何もかも奪うつもりでここまで来たんだろ。偽善って剣を振るってよ。極悪人である俺が持つ全てを容赦なく奪っていくんだ。ち、俺のクソ親はひたすら奪われるだけのクソだった。挙句の果てに俺を捨てて去っていった。まだガキだった俺はな、一人砂漠に残された。こんな俺を引き取ってくれる仇の連中もいたさ。だがそいつらも所詮は偽善の仮面をかぶったクソどもだった。ガキだった俺を利用することしか頭になかった。使えねえと分かると厄介払いでたらい回しさ。最後に俺を救ってくれたのは誰だと思う？盗賊って呼ばれる連中さ。けっ、皮肉だろ。奪う側がよ、俺を助けるなんてな。だがその人たちに俺は教わったのさ。生きるため、奪われる前に奪えってな。だから俺は奪う側を譲らねえ。てめえらみてえな偽善者どもには絶対にな。ギャーギャー、うるせえな。おちおち寝てるわけにもいかねえじゃ
メカ。
スタルを解放してしまうのよ。わかりました。エアリー、準備できました。大体わかってるでしょうけど、改めて聞いておきたいことはある？アニエス、始めるわよ。準備はいい？ええ、始めましょう。お疲れ様。風のクリスタルは解放されたわ。アニエス、大丈夫？少し休んでいこう。ええ、ありがとうございます。今度こそうまくいくのかな。終わりが見えないと不安になってくるよね。リンゴアベル、頭が割れそうだ。リンガベル！だから、だから、リンガベル、リンガベル、しっかりして！リンガベル、大丈夫？どうしたんだよ、急に倒れたりして。具合が悪いのですか？俺は足がすくんでしまったんだ。守れなかった。俺は守れなかったんだ。
髪飾り、もう財布すっからかん。この国もあまり変わっていないようだな。これは第47回聖火祭、見事花乙女の栄誉に輝いたのはビルギットさん。どうやら聖火祭は終了しているらしい。オリビアはどうしているのでしょう。おばば様に会いに行ってみましょう。どちら様でございますか。私、風のクリスタルの巫女、アニエス・オブリージュと申します。おお、風の巫女様、しばらく見ぬ間にご立派になられて、よくぞおいでくださいました。あいにくオリビア様はお隠れになっております。そうですか。居場所とか何かお分かりでしょうか。いえ、時折頼りが届きますので、ご無事であるのは確かなのでしょうが、この国のいずこかにその程度しか分からないのが実情となっております。
やはりこの世界でも女性たちが騙され囚われていますね。全員解放しよう。おっと、勝手なことをされるとおじさん困っちゃうよ。出た、赤いおじさん。おいおい、そんながっかりするあだ名をつけないでくれないか。せめてかっこいいおじさんで頼む。そもそも君たち不法侵入だぜ。出てってくれないかな。あなたが何をしているのかは知っています。女性たちを利用して悪いことをするのはやめなさい。ほう、面白いことを言うお嬢さんだ。だったら教えてもらおうじゃないの、何を知っているのか。フェロモール毒素。ん、こいつはたまげたな。一体どこで聞いた。あなたから直接聞きました。俺から。悪いが前にどこかで会ったかな。いや、おそらく初対面じゃないかな。ふーん、とぼけるつもりか。まあいい。で、どこまで知っている。フェロモール毒素で作った香水で女性を騙して自らの立身に利用している。やれやれ、気味が悪いね。おじさんのことは全部お見通しってわけか。でもおじさんは言い寄ってきた女性にきちんと見返りは与えてるぜ。おじさんのテクは自分で言うのもなんだが極上なんでね。みんな喜んでくれるのさ。最低、不潔。ほう、そういうこと言うんだ。でもおじさんも「はい、そうですか」とは言えないんだな。ちょっとばかり痛い目見るかい。いつまでもおじさんではカッコつかないな。そろそろ正体を明かしておこう。知ってるわよ、ブラッドローズ特務隊の親玉、赤魔導士のおじさん。おいおい、ひどいな。
できました。大体わかってるでしょうけど、改めて聞いておきたいことはある？アニエス、始めるわよ。準備はいい？ええ、始めましょう。待て、エアリー、質問してもいいか？これから儀式なのに何なのよ。仮にエアリーが静止した後もそのままクリスタルに祈祷を続けたらどうなる？どうなるって、これまで散々説明してきたのに聞いてなかったの？祈祷を続けるとクリスタルは壊れてしまうわ。壊れるとどうなるんだ？壊れたらダメでしょう。クリスタルの恩恵を人々が得られなくなってしまうわ。ほう。では、人々がクリスタルから得る恩恵を我慢しさえすればいい。そういうことか。我慢とかそういう問題じゃないわ。だってクリスタルを壊したりしたら世界の闇も浄化できなくなるわよ。ここまで2回とも浄化できていないぞ。そうだけどそれとこれとは別よ。それにクリスタルを壊したら風は永久に止んじゃうし、火は荒れ狂うし、水は腐っちゃうし、大地は枯れ果てるし、だから。わかった。邪魔をしてすまなかった。じゃあアニエス、気を取り直して始めましょう。まだよ、もう少しだけ頑張って。そうか、あれは
闇を浄化するためではなく。リンガベル！大丈夫？ああ、すまない。本当に、すごく苦しそうだったよ。大丈夫だ。俺なら心配ない。ねえ、リンガベル。あのね、この世界に来てからさ、私一度も言ってないね。黙ってって。前はしょっちゅう言ってたのに。俺は、